代表しているカラーズでトーナメントがしたいと言っていて、4月4日の後楽園でこの AWG のベルトを手に入れることができて、そこから駆け足ではありますがカラーズトーナメントの開催、そしてこの1ヶ月後にカラーズのメンバーとともにこのベルトの防衛戦もできたことを嬉しく思います。皆さんの応援あってこそです。ありがとうございました。私から見ててトーナメント優勝松井美沙、多分一番長い期間このシングルベルトに対して思っていて、ずっと取りたいと思っていて、その気持ちが表れての優勝かなと私は見ていて思いました。私がこうしてミサが初めての挑戦者として、私が目の前にチャンピオンでいれることを嬉しく思います。ありがとう。不器用だから泣かないで、明るく締めます。お祭りだから皆さん上がってきてください。ちなみにカラーズにもねベルトあるから、みさちゃん、ね、このライオンのベルトもあるから、まだ一度も名乗り出てくれてないけど、このライオンのベルトもきっとみさのこと待ってると思うから、まあ次はゆうこなんですけどね。はい、お祭りなので明るく締めたいと思います。大会5月16日大阪大会、はい、それ以降の大会は SNS でチェックして皆さんのご来場お待ちしております。はい、今日は横浜プロレス祭りなので、強く優しくあなたに一生懸命、アクトルスガールズワッショイで、いいですか。ちょっと皆さんはあれだと思うんで、なんかお写真撮ったり手あげたり雰囲気で楽しんでください。なんかごめん、なんかごめん。お前だけのもんじゃないからな、日本人みんな好きだからな。いきます。強く優しくあなたに一生懸命、アクトレスガールズ。Thank you.
とうございます。一度目の防衛。それがずっと言葉に表していたカラーズトーナメントを開催して4月4日から1ヶ月間このちょうど1ヶ月後にトーナメント優勝者のカラーズの松井美沙と防衛戦することができて、そして防衛することができてとても嬉しく思います。まあ、トーナメント勝ち上がってきた松井選手、はい、手応えはどうでしたか？すごい気持ちが強くて、私多分カラーズでというかアクトレスガールズ内で一番このシングルベルトについて発信してきて挑戦したいって言い続けてきて、でもその時のチャンピオンってやっぱりずっとみゆきだったので、でも私がこうしてチャンピオンとしてミサがずっと発信してきたこのベルトに対するタイトルマッチ、言葉の順序がおかしくなってしまいましたが、ミサがずっと欲しがっていたこの AWG シングルのベルト、そこに立ちはだかるのがチャンピオンとして私で入れたことが何よりも嬉しくて、それに対してミサもすごい気持ちを出して向かってきてくれたかなっていうのが一番の感想です。今日というか私はこの1ヶ月でカラーズ大会を2大会開催してトーナメントをやって、確実にこの1ヶ月で今までのアクトレスとは違うカラーが見せられたのかなと。今日があの1ヶ月後から4月4日から1ヶ月初めてのアクト大会ですけど、多分カラーズに来ない方も今日ゴールデンウィークということで地方から来てる方もいると思うんですけど、私は感じてもらえたかなと思います。アクトレスガールズの違いっていうのもあれですけど、カラーズを感じてもらえたのかなと。アクトレスガールズにはカラーズビギニング2つあるんです。あ、それはこちらです。ライオンさんです。みなみさん、ライオンも待ってるからいつでも来ていいよ。ライオン、さっきね、かけるもね、こうやって指さしてたんですよ。多分ね、来たいと思うんです。でもカラーズにはいつでも大歓迎ですので、ビギニングに関しても挑戦していい、挑戦していいです。渡さないけど、でもまずはこのベルト、ずっと私に対して佐々木さんがこの AWG のベルトを取ったら挑戦したいって言ってきてる子がいて、私はこのトーナメントを通してその子の気持ちもしっかり見てきたつもりなので、光はずっとずっともう本当にもうカラーズ、なんなら旗揚げくらいからずっと言ってるんです。さきさんがこのベルトを巻いたら私は挑戦したいってずっと言ってくれって、そのトーナメント、このトーナメントを通して私はその気持ちもやっぱり見て感じたし、ゆくゆくできたらなと思ってます。カラーズは本当色とりどりをコンセプトというか、以前も言いましたけど真っ白のパレットにみんなでいろんな色に染めていく。でもやっぱりオープニングから見ててビギニングとカラーズってもうガラッと違うと思うんですよね。別の団体というか、一言で表しづらいですけど、なんでこんなに違うんでしょうか。ビギニングの子ってビギニングで、カラーズの子ってカラーズなんですよね。見てて何が違うんでしょうか。陰と陽でもないし、多分お客さんが一番見てて
伝わってるかなと思うんですけど、オープニングとか。もうカラーズは明るく元気に、カラーズは明るく元気に、多分可愛くですね。ビギニングは何でしょう、色気も出しつつ華やかさがあるというか、だからそのオープニング2つが揃うとすごい圧巻なんですよね。私から見てても自分で言うのもなんですけど、すごいな、アクトレスガールズっていろんな思いを、いろんな可能性を秘めてるなと思うんです。でも何でしょう、アクトレスガールズはもっともっとこんなもんじゃないと私は本当に正直常々思っております。これをもっともっとアクトレスガールズの良さ、融合した時の爆発的な良さとかをもっともっと膨らませられるような、みんなに知ってもらえるような、うん、なんでしょう、この歯がゆさはすごいあります。このご時世開催できるのかとか不安になりつつ、でもし、なんでしょう、今半分新規バーとかここも半分で満員でハッピーってなってるけど、実は満員ってもっと倍いたはずなんですよね。半分でも満員にできるような、うん？いっぱい入る会場で満員にしたいです。でも来れない方もいると思うので、いろんなところにアクトレスガールズとして足を運びたいです。名古屋もね、もう1年できてないんですよね。大阪と東京、まあ、神奈川でしかできてないので、いろんなところでアクトレスガールズを開催したいで、知ってもらいたい。腰とかをたくさんこう重点的に攻められて、その何でしたっけ、もうコーナーから雪崩で落とされて、ちょっともう本当に一瞬はもう立てないかもって思いました。サキさんとシングルをやったのが初めてで、今までタッグで少し当たってきたりとかいうのはあったんですけど、自分がこんなにサキさんに通用しないなんて思ってなくて、なんかすごい本当に自分の無力さっていうのを知りました。そうですね、今までベルトアクトレスガールのシングルタイトルに挑戦したい挑戦したいって言ってたけど、挑戦すらずっとできなかったところで止まってたので、挑戦ができたっていうのは、まあ、自分にとっては大きな一歩にはなったのかなとは思うようにしたいです。それで、すぐに挑戦というか、はい、次の目標というか、はい、今はちょっと考えてないです。やっぱりアクトレスのシングル の, あの白いベルトが自分は負けたばっかですけど、やっぱり欲しいの で今日サキさんに負けてすごい悔しいので、サキさんから自分がまた取りに行きたいと思ってます。持っててもらわないと思います。こう今までもなんかいろんな団体とかも出させていただいて、なんか強い選手とたくさん当たってきたんですけど、なんか今思えばなんかなんとなくこう数をこなしてたのかななんてちょっと思っちゃって、これから一戦一戦をとてももっと大事にして、一試合ずつ自分が着実に成長できるように自分で意識して、これから試合取り組んで臨んでいきたいなと思います。